はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、古領の剣と、美竜の剣、この、まあ、可能性の獣と言われているこの2体のモンスターを使って、今回はですね、史上最強カードぶち込んでいきたいと思います。一撃必殺イアイドロー、このカードどういうカードかご存知でしょうか皆さん。手札を一番下で発動できて、相手のフィールドのカードの数だけ、自分のデッキの上からカードを、墓地送って、で、そのデッキから1枚ドローして、お互いに確認しますと。で、それが、一撃必殺イアイドローだった場合は、それを墓地送って、フィールドのカードを全部破壊して、で、破壊した数から2000ポイントダメージを相手に与えると。これ、相手の盤面にカードがないと基本的には打てないんですよ。このドローカード。これ、まあ、後手から基本的には打つカードになってるんですけども、あのね、これモンスターを送りつけられるんですね、このモンスターが。このモンスターたちって。モンスターを送りつけるってことは、要するに相手の盤面にモンスターがいるっていうことなんですよ。ってことはですよ、撃てるんですよ。で、これ通常魔法になっていまして、これ相手のフィールド上に送りつけたモンスターが効果発動できるんで、これ3戦の際とか3戦の5とか、めっちゃ詰めて、これをサーチすることもできるんですね、実質。これ盤面に相手のフィールド上にモンスターがいるからさ、3戦の5を撃つとさ、これ最近 60GS とかでよく使ってるんだけど、なんか芝刈りをサーチしたりとかね、モンスター、相手のフィールドにモンスターがいると手札に加えることもできるから、これ、セットじゃなくて。だから、まあ、芝刈り持ってきたりとかっていう動きができるんだけど、これ今回はこのドローをね、持ってきて、で、撃ちたい。で、これデッキトップを操作する必要があるんですよ。これ相手のフィールド上のカードが1枚なんで、基本的には。なんで1枚だから、要は2番目に、この一撃必殺イアイドローを仕込めれば、もうそれだけで、盤面のカード4枚以上用意するだけで勝ちなんですよね、これ。まあ、先行暗記が決まるということで、今回は、ちょっとデッキトップの操作ができるカードとして、最強のモンスターと言われているデスティニーヒーロー、ドミネートガイさん。このモンスターを使っていきたいです。はい。これは実はですね、デッキのトップを自分か相手見て5枚確認して好きな順番でデッキの1枚に戻すっていう効果ありまして、これとドロー、一撃必殺イアイドローの効果がめっちゃ噛み合ってですね。なんで、まあ、しかもこいつフュージョンデスティニーでアナコンダコピーしたらできますからね。これ、マスターデュエルアナコンダいけるんで。なんで、まあ、この最強ギミックを使って相手の、まあ、ライフを一瞬で消し飛ばす。最強のドロー、見せていきます。デュエル、スタンバイ。うわ、引いてもうてんのうぜえ、マジ。引いてもうてんのマジうぜえんだけど。このなんか川中島モンスターさ、なんかさ、引くとイラつくんだよ。まあ一応さ、初動に使うできゃいいですけどね。あの後でイゾルテから出してくるモンスターなんで、僕は。ちょっとあんまり、あれですね、そんなに引いてほしくないですよ、積極的に。ちなみにこの川中島系のなんか、古領の弦だか、なんか、なんだっけ、なんの弦だっけ、古領の弦と、ちょ、もう名前忘れた。この、上杉謙信と、武田信玄モンスターがあまりに強すぎて、な結構いろんなデッキ開発されてるらしいんですよ。なんか暗黒界に入れたら強いとか、60GS に入れたら結構参戦の、GO で、芝刈り持ってきて打てるとかね、言われてるんですけど、皆さん、そういうね、使い方はね、とても真面目にね、遊戯をやってていいと思うんですよね。僕の作ったデッキ知ってます？川中島来てから。アシッドゴーレム送りつけるデッキと、今一撃必殺、イアイドローしようとしますからね。真面目に遊戯をしろ。真面目に遊戯をしろ。とりあえず一旦ちょっとイゾルデーをかましていきます。ちなみにこれ一応ランク3が成立してればできるようにはなっておりますので、はい。でイゾルデを、の効果を使いまして、まあ、これは別に使っても使わなくてもどっちもいいんですけど、まあ、一応融合素材を、引っ張ってこうさせてもろって、まあ、これは別にマジで後でフュージョンデスティニーで送られるのは、まあ、どうでもいいです。これで、聖騎士のツイストイゾルデの効果を起動する。で3個の装備魔法を3枚とも墓地に送ることにより、ビリューの剣か。で、ビリューの剣を特殊召喚して、このビリューの剣特殊召喚の方が弱いんだよね、これちょっと。ビリューの剣特殊召喚ちょっと弱くて、これ2枚ドローじゃなくて、相手のハンデスになるんで、もし相手ティアラメンスだった場合、やばいこと言うんですけど。さあ、これで、コルオの剣の効果を発動して、あ、サラマングレートか。なるほど。サラマングレートデッキらしいです、相手。ちょっと相手のデッキ関係ないっちゃ関係ないんですけどね、これ。相手の盤面にカードを送りつけられましたんで、あとはですね、圧倒的ソリティアをかましていけばいいんですが、これ3戦の5ちなみにアクティブになりましたかね。3戦の5でちなみにこれ相手の盤面にモンスターいるんで、あれです、好きな通常魔法を持ってくるっていうことができるのかもしれません。今、好きな通常魔法を持ってくると、あ、一撃必殺イライドロー来た。あれこれ、おろうから、前層もこれ引いたら、これ熱くねえかこれ決まったんじゃねえもうすでに。これ来たか。まあ、3戦の5を一応発動するか。3戦の5を発動して、まあ、一撃必殺イアイドローをこれ持ってくるじゃないですか。ちなみにこれなんで一撃必殺イアイドローを2枚持ってくるかっていうのをちょっと皆さんに今からお見舞いしたいなと思うんですが、これ持ってこれるんですね。これ相手のフィールド上にモンスターいるんで。まあ送りつけたからね。
で、ヒロイックコール発動して、モーニング、モーニングスターか、モーニングスター出して、で、アナコンダ出して、はい。で、アナコンダ出しますよと。で、アナコンダが、効果発動して、フュージョンディスティニーをコピーしまして、2000ライフ払いますよと。で、そうすると、なんか意味わからんモンスター出せますよと。で、まあ、デストロイ・フェニックスが出てくると思ったでしょうと違いますよと。はい。誰ですか？うおー、現れよ！デスティニーヒーロー、ドミネイトガイ！そして、愚かな埋葬を発動。愚かな埋葬の効果により、誰やねんモンスター、フラボットを墓地へ。そして、フラボットの効果。デッキからカードを1枚ドローし、1枚、デッキの一番上に戻す。そして、ドミネイトガイの効果。デッキトップを見て、順番を入れ替える。よし、うおー、一撃必殺ヤイドロー効果。うお、頼む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 、一撃必殺ヤイドロー、うおー、一撃必殺ヤイドロー、うお、最強対戦、ありがとうございました。これがやりたかったんです、僕は。あー、なんかハンド強そうだね、これ。これなんか3戦セットに今引いてるし、結構いけんじゃね、これ。これ結構強いハンドなんじゃないの。スピードローでベイクワックスの効果発動するぜ。さあ、ベイクワックスの効果やって。さあ、あ、相手なんかあるな、これ。なんだ？ちょっとなんかできればね、早めにモンスター効果使ってほしい。おー、来た来た来た、ウララ来た。これね、ベイクワックスでウララするのマジ強いんだよね、これ。まあ、打ってくれる人は、打ってくれるし、まあ、打ってくれない人もいるんだけど、まあ、3戦で一応、相手の手札ぶっこ抜きます。いやちょっと手札見せろ。お前の手札を一回見せろ。おい、見せろ。よし。はい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 、なるほど。ドライバースビキクサ。オッケー。っていうか相手初動なかったな、じゃあこれ。これ初動なかったな。初動なかったな、相手。で、セアミンの効果発動して一応、上流で持ってきて、なんで、エックセイバーインボーカー出しに行きます。まあこれまあとはもう手札だけ発動ないの分かってるんで、もうあとぶん回すだけですね。でミッションエックセイバーインボーカーの効果を発動し、オーバーレインヒットを1個使って、これ3戦の際がちなみに3枚と、3戦の効果3枚使えるっていうのもこのデッキのいいところではありますね、一応ね。はい。でヒロイックコールでイゾルで、ほい、はいはい。でイゾルデの効果起動するのは、まあこれはまあどっちでもいいんだけど、まあ正直これ使っても使ってもどっちでもいいんだけど、イゾルデの効果を発動。さあ装備カードを3枚墓地に送ることによって、デッキから最強モンスターコリオの弦を特殊召喚。そして用途滝滅の方によって滝滅カードを1枚サーチ。さらに一応圧縮した方がいいか。神道滝滅をコロの弦に装備して一応変えておいて、まあ、これはあれですね、圧縮なだけです、これ。あんまり用途をタケットとか来てないんで。そして、コリオの弦の効果を発動。コリオの弦の効果により、ビリューの剣を特殊召喚し、カードを2枚ドロー。なるほど。なるほど。なんかさ、これなんかモンスターすごいな、これ。スカレットいけんじゃない、これ。これ多分いけんな。サイコトラッカーレベル3で特殊召喚して、で、緊急テレポート使って、まあ、セアミンかなんか出して、で、これ今全部名称ちゃうやつになっておりますので、まあ、ちょっと一回さ、これ後でいいか。参戦の後はちょっとシータカードでいいの。スカルデッドの結果見てからでいいわ。これとこれと、これとこれ。で、この4枚のモンスターを使ってスカルデッド出し、でこれで4枚ドロー3枚してアントで妖刀滝光入る。滝光の効果をチェーンチェーンした方がいい。あ、チェーンにした方がいい。で、滝光で、1枚妖刀カードサーチしつつ、妖刀じゃねえか、滝光カードサーチしつつ、さらにスカルデッドの方に4枚ドローして、あ、いいね。いいよ。これすごくいい。ディナイアルガイと、ディスクガイと、まあもう別にベイグマックスいらねえか。で、ですね、ヒロイックコールかまし、まして、で、まあ自分の墓地からモンスター蘇生しますよと。はい。で、あ、これはどうでもいいです、これ。で、参戦の号を発動し、相手のフィールド上、お前モンスターが使ったな。で、
モンスターが使ってる相手の盤面にモンスターいるので、イアイドローを持ってきつつ、で、ベルテアナコンダを出しまして、そして、ブルーテアナコンダの効果を発動。フュージョンデスティニーをコピーさせてもらい、また史上最強のモンスター、デスティニーヒーロー、ドミネートガイを特殊化していくぞ。誰だよ。お前誰だよ。で、ドミネートガイ特殊召喚して、で、まあ、一応、竹光発動してカード枚数増やして、で、愚かな埋葬する、で、愚かな埋葬しつつ、誰やねんを落とす、でこのフラポットとか今誰みたいなやつ効果使ってワンドローして、で、できた強いで参戦も、で、デジェイスタスイライドローをトップに置き、で、ドミネートガイの効果によって、順番を入れ替え、はい、仕込み完了、仕込み完了しました。対戦よろしくお願いします。うおー一撃必殺いやいったろううお偶然一撃必殺やでろだったバババババババーンおい二発貫通したぞ強すぎる実はなんか一撃必殺やでろ僕初めて使ったんですよねこれ今まで使ったことあんまなくてめちゃくちゃ楽しいですねこのカードこのカードやっぱでもあんま先行で使うカードじゃないけどななんかその剣と剣がいるからギリ先行で使えてんだけどあんま先行で使うカードではないなっていう話ありますね不思議なカード入ってんなおもちゃ箱とか入ってたぞ、フォクシーチューンをゲームから除外してあ光陵の源ちゃん出たやばい川中島の戦いってことこれ お互いに川中島の合戦ってこと第2次来ましたさあ光陵の源の効果いやこれマジ強いよなこれマジ強いんだよなこの光陵の源からのビリューの剣誰飛行校浮かの御霊の稲荷マジ誰だよお前マジで誰だよよくわかんないけど2枚ドローして1枚ドローし飛行校歌の御霊の稲荷が出てきた消毒しかし相手フィードの表が表示モンスターに対象とってフィードから防御守力の数が同じで属性が対象モンスターと同じあへえ面白い光属性だぞ光属性のモンスターが出てくるどういうこと